フジカレストランの電飾看板ペコちゃんは、フジカのマスコットキャラクターとして使用されている架空の少女である。当初は1950年に発売された同社の歌詞、ミルキーの商品キャラクターとして誕生し、後に同社全体のマスコットとなった。ミルキー及びその関連商品で用いられているペコちゃんのデザインは、他のフジカ製品のものとデザインが異なる。また、 ボーイフレンドのポコちゃんについても本校で述べる。藤家の各店舗にはペコちゃん人形が置かれるなど同社を代表するキャラクターとなっている。また商品作りの精神や企業理念を表した全文及び八章からなるペコちゃん検証が制定されており、藤家レストランは俗にペコちゃん食堂と呼ばれている。ペコちゃん人形は1998年に立体商標第1号として、 特許調より認められている。ペコちゃんのプロフィールは次のようになっている。一方、ポコちゃんのプロフィールは次のようになっている。ペコちゃんが舌を出しているのに対して、ポコちゃんは出していない。また二人の共通の友達として、ドックという名の犬がいる。ドックもペコちゃん同様に舌を出している。向きはポーズにより異なる。キャラクターの誕生は1995年と、ペコちゃん、ポコちゃんに比べて遅い。 台湾では、ペコとローマ字で書かれるほか、俗に、ミルキーとの関連で、牛乳の女の子を意味する牛、ない妹という、呼ばれ方もしている。また、ポコちゃんを兄と解釈し、二人で牛、ない兄弟と呼ばれることもある。2009年現在のペコちゃん人形は高さ110センチメートル、重さ11キログラム、時価4万円相当で、藤川から各店舗に一体ずつ対応されていて、 店舗によっては、浜松町駅の小便小僧像のように、季節によって、衣替えをするフィギュアもある。衣替えは、基本的に年8回で、衣装を担当するのは、オンワード歌詞山、世相を反映したファッションをすることもある。ペコちゃんの一人称は、ペコで、藤家の店内に置いてあるペコちゃん人形に触れると喋る。藤家創業者の藤林絵門と息子の聖事は、ミルキー発売に際して、 母親や子供たちに親しみやすい可愛いキャラクターをと考え女の子のキャラクターを使うことを思いつく。同社は戦前から出していたフランスキャラメルのパッケージにリアルな外国の少女のキャラクターを使用していたがミルキーはフランスキャラメルよりも対象年齢を低く設定していたため単純でわかりやすいデザインを試行した結果生まれたのがペコちゃんだった。一方で ペコちゃんよりも先に存在していた、アメリカのゼネラルフーズ社のオレンジジュース、バーズアイのキャラクター、メリーちゃんとデザインが告示していることも知られている。誕生当時の1950年には名前がなかった。また年齢は1958年12月12日の検証公募キャンペーン、ペコちゃんいくつで決定された。なおこの時の一等商品は、日のる能だった。 ペコちゃん人形が藤川の店頭に置かれるようになったのは1950年前後からで、第一号の人形は日劇の大道具スタッフの手によって作られた。当時は張り子で作られており、ポコちゃんの人形も見受けられた。1960年頃からプラスチック製の人形が置かれるようになった。当初はパンツを履いていなかったが、スカート姿の路上ドールが子供からたびたびスカートをめくられるため、 後にパンツを履くようになったと言われている。雑誌、ペコちゃんが発刊されたり、南極観測隊と共に昭和基地へ行ったりしたこともあった。デザインも時代により変化しており、赤のオーバーオールが1970年代になると、ややスリムになった。その後1990年代に、ピンクのサスペンダースカートに一旦変更され、2007年に再びオーバーオールに戻った。 ペコちゃんの下の向きは当初は複数のイラストレーターが描いていたために一定していなかったが、1968年頃から左に揃えられた。また、ミルキーブランドのペコちゃんは1970年代まではデザインに差異があったが、1980年代に入るとペコマニュアルが作成され、ミルキーペコは青いオーバーオールとリボンに黄色いシャツ。 胸から上の身などと定型化され、それ以外のペコちゃんのデザインにも一定の指針が設けられた。2015年7月11日から9月13日までの期間、平塚市美術館でペコちゃん展が開催される。発売当初は全国10店舗以上で販売されていたものの、やがて取り扱う店舗が減少し、2010年現在は東京都新宿区神楽坂の藤川井田橋、 神楽坂店でのみ売られている。ペコちゃんの顔をした焼き菓子の一種で、食感は人形焼きよりも今川焼きに近い。2005年以降はポコちゃん焼きも登場している。独特な形状をしておりまた、黒目がないことから、ホラーと形容されることも、ある一方で、形状を模したキーホルダーも発売されている。二千七年に、藤川が期限切れ、原材料使用問題を起こした際には、 ペッコちゃん焼きは、同店独自で調達した材料のみを使用して製造していたことから、他の菓子類とは異なり販売を継続していた。しかし1月15日に行われた社長会見の内容が、神楽坂店店主の満足のいく内容ではなかったため、同店は同日よりペッコちゃん焼きの販売を自粛した。その後販売再開の要望が寄せられたことや、藤家改革に向けて、 一定の見通しが立ったことなどから3月5日に販売を再開した藤化の時間 TBS 系の藤化一社提供枠で1965年8月から1969年3月の間テレビアニメお化けの九太郎パーマン怪物くんのオープニングエンディングにおいてそれぞれの主人公キャラクターと共演している特にパーマンのエンディングではペッコちゃんが パーマン1号と主題歌をデュエットしていた。また1965年にクリスマスケーキの販売促進用として制作された藤川の非売品。そのシート、ホームスイートクリスマスには、キュータローとポパイとペコちゃんが歌うジングルベルが収録されている。なお、現在、怪物くんは1999年にビームエンタテインメントから発売された。 東京ムービーアニメ主題歌大前集と2010年にキングレコードから発売された DVD ボックスに OPED での怪物くんとの共演シーンが見られ、パーマンも大前集には ED での共演シーンが2014年発売の DVD ボックスには OPED の共演シーンが収録されたが、オバキューは大前集には共演場面を削った 16mm フィルム版が収録され、 これ以外のビデオソフトも発売されていないため、現在共演場面は見られない。東急では200系電車東急玉川線にかつてあった車両で、その形状から、ペコちゃんとの愛称で呼ばれた。ペコちゃんの歌2010年、藤家の創業100周年記念ソングとして発表された。同社の企業イメージ CM で放送されているほか、全国の店舗にて CD が発売されている。田先生像。 折田先生像は、京都大学の風物詩の一つ。2007年2月下旬、ポコちゃんの像が何者かによって設置された。ハローキティペコちゃんとのコラボレーションに参加した。うのみのるアヤコ自らのキャラクター、うのっこりは、ブロッコリーとペコちゃんのコラボレーション。2011年10月、アジアソングフェスティバルの記者会見で新たなコラボレーション人形を披露。2013年、 ぺこちゃんを探してます。キャンペーンに参加、ぺこ、ポコドッグとのコラボレーショングッズを発売、ぺこ、うのバースデーコラボ記念イベント、うのと夏の思い出を作ろう。を開催した。ありがとうございます。